東京証券取引所は世界でも大きな株式市場の一つで、日々約3兆円もの売買を支えているのは富士通さんと開発したアローヘッドというシステムです。2010年、開発当時の課題はとにかく処理速度を速めることでした。最近ではアルゴリズム取引などのプログラムによる自動発注の普及もあり、1日の注文件数は1億件を超えるようにもなりました。万が一システムに不具合が発生すると、世界経済に与えるインパクトは甚大です。そこでより安定した取引を可能とするため、ネバーストップをスローガンとして、システムも商船も決して止めないプロジェクトを立ち上げ、2015年9月にリニューアルを図りました。初代のアローヘッド開発時からプロジェクト全体を通して富士通様とはワンチームということで一体型となって開発を進めております。そして今回のプロジェクトでは上流工程を重視するということで、早くからバグをですね出していくということで、品質強化を徹底していくということを実施しています。こういった取り組みを通じまして、新しいアロヘッドでは1件あたりのですね注文応答時間が初代のアロヘッドに比べて1ミリ秒から300マイクロ秒ということで、約3倍の性能を出すことができました。また1日の最大注文件数に関しましても約3億件ということで、そちらも2倍以上の性能を出すことができています。例えば1秒間で約10万件といったの処理を行うことができます。高速性と高信頼性、こちらはもちろんのこと、今回は想定外の障害にも備える安全性についても追求しております。新しいアロヘッドではシステムの暴走を防ぐキルスイッチという機能を搭載しています。これは発注済みの注文も売買成立前であれば一括で取り消すことができるので、大量の誤発注、こういったことをしてしまった場合にも有効な機能となっています。またフェールソフトという思想を取り入れた安全性設計を今回確立しています。これは万が一サーバーに不具合が生じた場合にも、障害部分を自動的かつ強制的に切り離すと、これによって確実に業務を継続するという決して止めない設計を実装しております。金融システムというのは止められないのが大前提になっていきます。そんな中、あまりチャレンジすることが少ないんですけれども、富士通さんは高性能また高信頼性ということを両立してチャレンジしていただくということをしていただいております。新しくなったアローヘッドは高速性と安全性を兼ね備えた世界最高峰の株式売買システムであると自負しています。東証は日々より公平で適正な価格を決めるための取引環境を提供することが使命ですので、投資家の皆様や証券会社様から高い評価をいただけたことを誇らしく思います。今後は人工知能やビッグデータなどの新しいテクノロジーを取り入れ、新たな事業の展開などもできればいいと思っています。私たち富士通は今回のアローヘッドで培ったチャレンジ精神、これを忘れず、これからも ICT の力で国際化していく東京マーケットのさらなる発展を支えていきたいと思っています。